準々決勝第1試合の選手の方は入場をお願いします。ハク、こっち向くんだ。出し切れよ、ハクの強さを。うん、できることは全部やる。実力じゃない、お前の心の強さを相手に示すんだ。ここまでただ実力だけで勝てたわけじゃないだろ。負けないって強い気持ちがあったからここまで勝ち、ハクの強さの根源となったんだ。パト君、やりきってこいよ。うん、私との特訓を思い出すのよ。辛い時は近距離訓練で私にボコボコにされた時を思い出してくださいね。どっちも思い出したくない。最初に登場したのは、ナンバー8、ハク選手。この大会でついたあだ名は世界最速のハクゲニュー。準々決勝からは頂上決戦。誰が王者になってもおかしくないため、ここからは特別な紹介となります。先ほど選手紹介したので説明も不要。必要なのは選手の一言、気合ある言葉をお願いします。え？一言？そんなの。今までなかったのに。ああ、ハク選手、意気込みをどうぞ。あ、の、頑張りましゅ。結構上がってたぞ、大丈夫なのか、というか私の分まで頑張れ。うん、もちろんだよ。そして次に入場したのが絶対王者、ナンバーワン、福読み発行。意気込みと今回の大会の心境をどうぞ。せいぜい振り落とされないようにすることだな。そうでないと勝負にすらならないからな。骨がある奴がいないなら今年も別に問題なく優勝するだけ、大したことはねえよ。次のに、世界最強は言うことが違うね。ズミの言いまくってるのがよくわかる言葉だ。それも世界最強だから許される言葉、なぜならかっていうから、これが最強だけが許される言葉なんですね。それでは準々決勝第1試合、福読み発行選手対ハク選手。試合開始。ダメだ、ずっと集中してるのに。極優盤も出てこない。オーラも2回戦終了時から全然回復してないし、オーラがないと能力も使えない。オーラがない私の筋力は一般人と同レベル。今の相手の攻撃を受け切るなんて到底不可能。今のハクは剣も扱えないのよね。たとえ使えても剣技を使うほどの筋力が備わっていないので邪魔なだけです。とことん積んでる試合よね。どうやって対抗するつもりなのかしら。ハク策なんて最初からない。だってみんなが言うように積んでいる戦いなんだから。でも抗わないといけない。それが私の背負ってきた思いなんだから。遅いな、油断させてから攻めるつもりか。緩急をつけてタイミングを狂わせるのはよくある手法だからな。だがあんまり仕掛けるのが遅いとさすがの俺も待たねえぞ。無抵抗だったな。オーラもまともにまとってねえし、さすか。もう刀が開かない。顎じゃなくて目を狙ってくるなんて。よくあの程度の傷で済んだな。オーラもまとってないのに。俺の横にいる赤い奴にボコボコにされたからな。殴られることには慣れてるさ。泣いても殴るし、倒れても殴る、降参しても殴るし、気を失っても殴る。好きだろ。だがどうせ何しても殴られると分かれば対策の一つや二つは身につくものさ。回避が上手くなったり、重心を使った受け流しが上手くなって威力を弱めたり、とかな。おかげで放火さんの攻撃もしっかり回避したり、耐えたりできましたよ。本当。痛みに慣れていれば体も冷静にいられる、主要の賜物だな。メルさんに比べたらこれくらい、痛むべきが動転もしないようにどれだけ地獄を見たことか。けどそんなこと誇ってても仕方ないし、どれだけ慣れてても限界はある。どうにか一撃でも相手にぶつける策を考えないと。何企んでいる、目をつぶされるのも作戦か。反応できた、でも足がもつれた。やられる？あれ？ダメージ受けてない？お前、なんで試合に出やがった？オーラが不潔状態、前回の試合の後遺症が残ってるじゃねえかよ。それでよくもまあ、俺に挑もうと思ったな。気づかれた？いや、ここまでされてオーラでガードもしなかったら気づくか。シェインさんは、あなたと戦いたかったと言ってました。結果ちゃんも勝ち上がりたかった。でも、その目標や夢は私が壊した。壊した私がちょっとの体調不良程度で、逃げるわけにはいかない。せめてあなたに抗って、泥臭くあがいて、果てないといけない。それが勝った人の、責任なんだよ。そうかい、俺には関係ないし、そんなの弱い奴が悪いだけで、勝手に押し付けんなって思うけどな。距離を空けた。バカだな、お前、信念はまっすぐしてるのに、貪欲さが欠ける。俺が背中を向けた時に飛びついてこなかったのがその証拠だ、クソガキ。シェインなら両腕を飛ばされる前提で喉元を噛みついてくるだろうな。それくらいはしないと信念は通らねえんだよ、覚えとけアマちゃん。さっきから何、説教ばっかりで、何をしたいんだろう。シェインの客ならもてなしてやる、来いよ。福読み選手、ハク選手に合わせて力を抑えた。今二人は丸腰状態、いわば生身同士、一般人の格闘技と変わりません。何を、
ちょうどいいから教えてやる、いるからな。運良く能力に恵まれた、ただセンスが良かったって評価する奴らだな。世界最強はどんな条件でも世界最強、その事実をこの準々決勝で教えてやるよ、世界にな。覚悟を見てるねー。私の意志を尊重した白選手の志が気に入っただけでしょうに。あるよ、世界最強はどんな状況でも勝つと豪語しているの。白選手はどうする？願ってやまないことだよ。ありうな。全然蹴り、細い体で器用な技を選んできやがったな。ゲホ、ゲホ。あれはいいやつ横腹にもらったな。あばら何本か折れたかもね。あまり心配してないんだな。まあ、折れるくらいなら慣れてるし。肺はさすがに呼吸が乱れるからな。まあ、折れたあばらが肺や心臓に刺さらなかっただけマシだな。そうそう、折れたくらいなら死にやしないさ。こいつらの言ってることがイカれすぎてんだよな。なるほど、打たれ強い。普段から殴られ慣れてるな。それに、カバーが見たことないくらい速い。呼吸が乱れたり、脳が揺れたりして、満足に動けねえはずなんだがな。この打たれ強さはただのボンボンのエリートさんには絶対できねえ芸当だ。防衛軍の若い隊長どもも見習わせたいほどだ。さすがつくよみ隊長、ハクちゃんの体術はスピードとテクニックをうまく活かした高等テクニックの集大成なのに、体術だけでも物ともしないのね。どこまでも目につくわね。あの状態だと神格解放も無理ね。的を増やせば不利になるのはハク自身。それにハクがペアをしてたら相手の手加減が終わります。そもそもこれはハクが勝てる試合じゃない。それが分かっているから相手もこの戦い方を選んだのでしょうね。万全の状態ならって思うと悔しい話だけどね。そうですね。ハク選手の攻撃はつくよみ選手に届かない。同じ条件でもこれだけの実力差があるのか。どんなの言葉を使うか、実戦経験の差だな。特訓で対策はできてもあなたのパターンや癖が含まれた攻撃を受ける経験はできない。応用力の程度が違う。運動でも練習で強くても試合では練習ほどパフォーマンスを発揮できない奴が多い。そこには多くの要因があるが、もっともその状態からいち早く調子を上げるのは経験と応用力。目に見えないステータスが勝敗を一気に分ける。ああ、下から上に強力な攻撃をもろに食らった。その覚悟に免じて今回の勝敗はなかったことにしてやる。思いは受け取った。さっさと眠れ。ここは控え室。お疲れ様、いい試合だったよ。どうなったの？強い脳震盪で意識が飛んじゃったんだよ。それに顎と首の骨が折れたり粉々になっていたから、治さないと意識も戻らないくらい重症だったし。そっか、一撃も入れれなかったな。吐く、ナイスファイトだったよ、ハク。うん、でも何もできなかった。そんなことないわよ。あのつくよみさん、ハクのことすごく褒めてたわよ。ハクを連れてきてもらってありがとうございます。ああ、別に構わないさ。万全の状態で挑めなくてすみません、つくよみさん。そうだな、でもガッツはあった。俺はああいう泥臭いやつは嫌いじゃねえよ。目を覚ましたら言っておけ。来年また出ろ。その時また当たる時があればそれを初戦として見てやるってな。俺たち防衛軍に欲しいくらいだぜ。今回の大会は根性がある若手が大勢で出来上がる。マジかよ、あのつくよみさんがハクを褒めた。つくよみさんか。そんなこと、強い人にはわかるのよ。戦い方や目つきでどんな思いで戦っているのかって。ハクはつくよみさんが認めるほどの覚悟があった。だから今回の試合結果はなかったことなんかにするのよ。ああ、次も出て、次こそは万全の状態でつくよみさんに挑まないとな、ハク。お疲れ様、しっかり休んでて。でも内容はひどかった。周りが認めても他の人には。ハクちゃん、ハクちゃん、チェーンさん、司会はいいの？さっきハクコが私のところに来たからね。お礼を言わないとって思って。結果から言えばすごく怒られたよ。弱いくせに自分が負けた相手に余計なお願いをするな。届けたいなら強くなって来年直接俺のところまで持ってこい。で、原骨までもらったよ。後でパワハラと DV で弁護士のところに行って、ハクコからお小遣い巻き上げないとね。いいね、チェーンさんは。うん、でも本当に私の思いを白鵬に届けてくれたんだってすごく嬉しかったんだ。おかげで来年は白鵬も私という脅威を意識するでしょ。私も来年出るように言われたよ。それでつくよみさんのところまで勝ち上がって今日の試合をやり直そうって伝言だけど言ってくれた。じゃあ来年も出ないとね。それで来年私たちは同じ目標を持つライバルだよ。うん、絶対に出る。次こそは倒すよ。私も、今日の図に乗ったことばっかりほざいてたから、あの伸びに伸びた花をへし折るんだ。お互い強くなって会おう、来年の大会で。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。